玉田誠、玉田誠、玉田誠、1976年11月4日台は、は愛媛県松山市出身のオートバイロードレースライダー。愛称は玉山、または玉山。二輪、レース世界最高峰のモートジッピーで日本人二人目の優勝経験者。小学四年生の時に松山オートランドでレースを始める。兄と共に、 父親のスパルタ的特訓に励む。チームドーベルマン時代は、ヘルメットを地面に擦っている兄弟がいると噂された。中学校卒業後、宇川徹、柳川明を輩出した、九州の名門、チーム高竹氏 RSC に所属する。同時期に所属していた同い年の加藤大二郎とは、この頃に知り合う。1994年、九州選手権でチャンピオンを獲得。 1995年全日本ロードレース選手権 GP252 チーム高武氏からデビュー。チームメイトの加藤が天才ぶりを発揮し優勝を重ねるのに対し玉田はしばらく結果が出ず苦しんだが、1998年無の鈴鹿サーキットで全日本初優勝。1999年はスーパーバイククラスに転向。大柄なスーパーバイクが 玉田のライディングに合っていたのか、高い順応ぶりを発揮、最終戦、ツインリンクも手切れ、スポット参戦の GP ライダーを抑え、スパーバイク初優勝。この年の鈴鹿8時間耐久ロードレースには、加藤大二郎とのペアで参戦、優勝したアレックス・バロスト堂々と、トップ争いを繰り広げる。結局ペアの加藤が転倒し、8位に終わったものの、 玉田がトップライダーとして認知されたレースであった。2000年もサテライトながらワークスを上回る活躍を見せた玉田は2001年ホンダワークスであるチームキャビンホンダ入り。春に行われたスーパーバイク世界選手権スゴ大会では世界選手権レギュラーライダーを押しのけ第1、第2レース優勝の完全制覇。世界に玉田誠の名を知らしめた。 レギュラー参戦の全日本でも3勝を上げチャンピオンを争うが最終戦鈴鹿で点灯リタイア惜しくもランキング2位に終わる。2002年は全日本でこの年のみ開設されたエクスペリメンタルクラスにモートジッピーマシン RC211 ボルトでスーパーバイククラスに鈴鹿8体へのマシン開発として VTR1000SPW で半々の割合で参戦する予定だった。 実際はエクスペリメンタルへの出場は行われず、前半戦でテスト参戦したスーパーバイクで玉田が優勝を重ねたことや、開発の目的であった鈴鹿八体が終了したことからチームが方針転換スーパーバイククラス制覇に向けて残り前線にエントリーすることになった。後半戦になって思うような成績が上げられず、交代前年と 同じく最終戦鈴鹿で転倒を喫しタイトルを逃す。前半戦2戦を欠場していることを考慮すると、立派な成績である。2003年、ホンダから、ロードレース世界選手権、GP250 クラス参戦の噂もあったが、本人がモートジッピークラス参戦にこだわったことから、ブリジストンと契約。同社が支援する、クラマックホンダから念願のモートジッピークラス参戦を、 果たす。初めてのマシン構成の不慣れに加え、ブリジストンタイヤの開発を兼任するなど、GP ルーキーにとっては苦労が多いシーズンとなったが、そんな中でもスペイン GP やイタリア GP では印象的な走りを披露。リオ GP、ブラジルでは初の3位表彰台を獲得。結果として、この年の最高峰クラスにおける日本人唯一の表彰台獲得となった。 続く、日本 GP でも3位でゴールしたが、最終ラップでのセテジベルナウとの接触が危険行為とされ失格となる。この時、玉田は表彰台には上っており、その後から失格を言い渡されたが、大勢のファンの前で表彰台に乗れたので、それはそれでよかったと、後日テレビ番組に出演した際に語っている。最終的にランキング11位でシーズンを終えた。 2004年、チーム体制はそのままながら、キャメルホンダから参戦。イタリア GP では、バレンティーノ、ロッシ、ジベルナウ、マックス・ビアジとの4人で、激しいトップ争いを展開。タイヤトラブルからリタイアしたが、強烈な印象を放った。リオ GP で、日本人として2人目となるモート GP 初優勝。病状が悪化していた母親は、初優勝を見届けた3日後に池を引き取った。 決勝日の7月4日は、親友の小タイジロ郎の誕生日でもあった。ポルトガル GP では、自身初のポールポジションを獲得。決勝では、王者ロッシに敗れるも2位に入る。日本 GP ではロッシを下して、ポール2ウィン。最終戦バレンシア GP でもポールポジションを獲得するなど、世界のトップライダーの仲間入りを果たし、ランキングでも6位に入る活躍を見せた。 2005年、ロッシシと同じ条件で勝負した以降からタイヤをミシュランに変更。前年の活躍からスポンサーにも日本企業であるコニカミノルタがつき、期待されたシーズンだったが大きな不振に陥り、タイヤ特性の違いに悩み、シーズン序盤に骨折、欠場を強いられるなどもあって苦戦。日本 GP で3位に入るのが、やっとという状態であった。 2006年も前年と同じ体制でモートジッピーに参戦中。序盤は苦しんだもののドイツ GP では3位争いを展開するなど徐々に復調の兆しを見せていたが、得意のモテキでの日本 GP も10位に終わり解雇に至り。2007年からはテック3ヤマハからの参戦。タイヤも全日本時代以来となるダンロップとなり、新天地での巻き返しを誓うも、 ダンロップタイヤの熟成不足に悩まされることになる。予選では、ポルトガル GP の4位や、バレンシア GP での5位など上位グリッドを獲得する。ものの、決勝ではタイヤが持たない、グリップしないなどの症状に見舞われ、ランキング18位と過去最低の成績でシーズンを終えることになり、5年間参戦してきた、モート GP を離れることになった。2008年からは、 川崎の契約ライダーとなり、川崎からの出航という形で、川崎のサテライトチームの PSG-1、川崎からスーパーバイク世界選手権に参戦。2009年は、サテライトチームであった PSG-1 が消滅。ボールバードモーターズボルツが、川崎ワールドスパーバイクレイッシングチームと、ファクトリーチームとなり、玉田はここからフル参戦をした。 2012年に、玉田はホンダから、アジアドリームカップのプロフェッショナルトレーナーに任命された。この年、アジアロードレース選手権シリーズでの初開催となった、アジアドリームカップは日本を恥とするアジアの各国から2名の若いライダーを選出し、将来の世界選手権ライダーを育成する目的で、始まった。ホンダ、CBR250R でシリーズを戦った。は、 世界で戦った経験を生かし、若いライダーの指導に当たった。SBK でのフル参戦シートを創出した玉田は2010年から2012年まで、鈴鹿八体にのみ参戦をした。2010年は、伊藤慎一と組2位表彰台。2011年は、ハルクプロから参戦をし、3位表彰台を獲得し、健在ぶりを見せた。2012年はホンダが作った、 ホンダチームアジアから参戦。予選十番手を獲得したが、決勝では二度のマシントラブルに見舞われ、二十五位完走。二千十三年も二年連続でホンダチームアジアから参戦。予選中、S 字コーナーの侵入でタライバーと接触点灯。左肩甲骨、左鎖骨、並びに、左足首の骨折が判明し、左手中指の指先欠損と診断され、決勝は、 未出場。チームメイトのアズラン・シャーカ・マルザマンと高橋祐希ので決勝を戦い、6位で完走をした。ホンダはアジアロードレース選手権に玉田の起用を発表。参戦チームはムサシ・ボーンス・ホンダ・レイシング。2012年に同シリーズのチャンピオンを獲得した清成隆一がイギリススーパーバイク戻ってできた穴を埋める形となった。 タマダにとっては2009年以来4年ぶりのフル参戦となった。シーズン当初は自身初の 600cc マシンになれるのに苦労したが、すぐになれ、シリーズ第3戦インド大会でダブルイン。ランキング2位で後半戦に突入したが、このインド大会直後に開催された鈴鹿8体の予選中に転倒。左肩甲骨、左鎖骨、並びに、 左足首の骨折が判明し、左手中指の指先欠損と診断され、シリーズ第4戦と第5戦を欠場。最終戦には出場をしたが、結局シリーズ8位でシーズンを終えた。本田は2014年も玉田誠をアジアで継続起用することを発表。武蔵ボーンス本田レイシングから2年連続での参戦となる。 ホンダは2014年鈴鹿8時間耐久ロードレースに参戦のホンダチームアジア22ホンダ CBR1000RR のチーム監督として玉田誠を起用したことを発表。この年チーム初の日本人エースライダー不在での参戦をした。ジョッシュフック、オーストラリア、ザムリババ、マレーシア、そしてディマスエッキープラトマ、インドネシア参戦をした。ホンダは玉田に トップ10位内のフィニッシュを求め、チームは見事7位入賞を果たした。玉田監督2年目の2015年。この年は、本当の意味でのアジアオールスターチームが形成された。元に世界選手権から、アズランシャーカバルザマン、マレーシア及び、ディマス・エッキー・プラトマ、インドネシア、そして、ラタポン・イライロー、タイ、とホンダのアジア各地域からのエースを招集した。 この年もまたトップ10内のフィニッシュを目標にしていた。そしてチームは残り1時間のところまではトップ10圏内で展開。トップ5も見えた最後のピットインでマシンにトラブルが発覚。その修復に時間を取られ18時間走となった。玉田監督3年目の2016年。2015年に引き続きディマス・エッキー・プラタマ、インドネシアとラタポン・イライロー。 タイが継続参戦。川崎に移籍したアズランシャーカバルザマン、マレーシアに代わり、アジアロードレース選手権でチャンピオンを2014年に獲得、また鈴鹿4体でも優勝経験のあるザクアン在りマレーシアを起用。レースウィークは順調に始まったが、ラタポンがプラクティス中の点灯で戦線離脱。ディマスとザクアンの2名で決勝を戦うことになった。それでも、 8位で完走を果たし、世界選手権ライダーが多くいる8体で、トップ10入賞を果たした。また、この年のホンダチーム最上位フィニッシュとなった。2017年、2年連続で、ディマス・エッキー・プラタマ、インドネシアと、ラタポン・ウィライロー、タイと、ザクアン・ザリ、マレーシアを、継続起用。この年の鈴鹿8体で、ホンダ参戦チーム最上位となる8位でチェッカー。 2015年もアジアのライダー育成を任された玉田誠はライダーコーチとしてタイの AP ホンダの専任コーチに就任。2016年も継続している。2017年からは AP ホンダレーシングのチーム監督に就任。アジアロードレース選手権に監督として参戦。2018年も継続。2018年8体で参戦していた。 ホンダチームアジアの地を受け継ぐ、ホンダアジア、ドリームレイシングの発足を、ホンダが発表。そのチーム監督に、玉田誠の就任も発表した。鈴鹿八隊のみならず、MFJ 全日本ロードレース選手権、j s b 戦クラスに、フル参戦をするとともに、鈴鹿八隊もこのチームで参戦することが発表された。j s, <S 1> b 1のライダーには、ザクアンザイディ。 マレーシアを起用。メカニックは、マレーシア、インドネシア、タイ、日本と難しいと言われる、国籍混合チームを結成。鈴鹿八体には、ザクアンザイリオを先頭に、トロイハーフホス、オーストラリアとアンディファリード・イドジハール、インドネシアが参戦。台風の接近で大荒れとなった2018年、鈴鹿八体だったが、多くのファクトリーチーム、トップチームの中、 見事8位入賞を果たした。玉田のライディングスタイルは非常に豪快である。上体を大きくイン側に放り出し、目線はさらに内側を向く。マシン全体の重心を少しでもイン側に持っていく姿勢は、ある意味ハングオフの究極と言える。反面、フロントタイヤに荷重がかかりにくく、スリップダウンによる転倒が多い。特に全日本時代。 モートジッピー参戦以後は状態の移動量は減ったが、それでもモートジッピーライバーの中でも目立つスタイルである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。